今回は日経新聞からですけども、明日子どもの日を前にですね、子どもの数の全数調査がありました。いや、なんか絶望的に少なくなってますね。総務省なんですけども、4日、つまり今日ですね、5月5日の子どもの日を前にしながら、人口推計から算出した子どもの数、15歳未満の男女なんですけども、これをね、前回から少ない、去年ですね、33万人少なくて、現在1400飛んで1万人ということなんですよね。これで43年で、連続で減少してるってことになりますけども、これね、比較可能な1950年以降の最小記録を更新したってことになります。で、今、総人口比率は、もちろん日本が記録を取り始めて最低の数値なんですけども、11.3%ですね。人生100年時代と言いつつも、大体そうですね、80歳から90歳ぐらいまでで、日本の平均年齢っていうのは今、閉じていくことになると思いますけども、なんとですね、15歳未満の男女比率、これが1割ということですから、これは地方や都道府県、それから地方自治体ですよね、市区町村、10年後には半分になるって言われてますけども、もっと急速に減るんじゃないかなと思いますよね。で、現在、市区町村としての推計が維持されているところってのは、子育て対策を早急に図って、それが成功しているところに限られてますからね。明石市なんてのはいい例ですけども、とにかく子供が産める環境を作ったってことですよね。生まれた子供に手当するってのは当たり前なんですけども、そもそも生まれてこないわけですから、恋愛がしやすい環境とかね、で、お金の面で心配がないように行政が手心を加えていくとかね、それから安定した正社員としての職業が選びやすくするとかですね、そういった形でどん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 地方自治体の方から今改善がなされていますよね。本来なら国がしなくちゃいけないんですけども、5兆円規模の予算を作って子ども家庭庁なんてできてますけども、結局はなんか子育て対策というよりもね、子育て政策といいますか、子育てじゃないわ、少子化対策と言いながら少子化政策になってますよね。要するに支援金という形の税金が上がったことによって、せっかくね、年収で400万とか500万とか頑張って、結婚して子供を育てようかなと思ってる人からかなりぶんどるみたいな形になっちゃいますんで、ちょっとね、男性諸君もこれじゃあちょっとね、一人で生きてきた方が楽だよねっていうふうになっちゃうところもあると思いますね。なんかね、女性がもうちょっと、恋愛とか結婚で尊重されないといけないところもあるんですけども、どちらかというと、何ですかね、大久保公園で立ちんぼしてるみたいな女性がもうかなり増えて、これがね、大久保公園だけじゃなくって、中核都市っていうんですか、都道府県人口70万人以上の、そういった都市に大久保公園みたいなのがね、なんかだいぶ広がっているみたいな感じで、一体どうなっちゃってるんだろうかなって思いますよね。で、外国からインバウンドで来た人がそういったところに立ち寄ってるみたいなことがあって、結局ね、この変な話になりますけども、売春を買おうと思っても日本人の男性でお金がなくてね、そうはいかないということになって、これがインバウンドの本当正体なんでしょうかって思っちゃうところもありますね。当然そういった形で、妊娠されてもね、それは望まぬ妊娠ってことになって出生率には全然プラスにならないですし、そもそもそういった心配をね、私がここでしなくちゃいけないぐらい、もう四方八方手詰まりになっちゃってるのかなと思うんですね。子供の数を3歳ごとの区分で見ると、年齢が低いほど少なくなっている。つまり今、0歳から5歳とかね、0歳から10歳とか、0歳から15歳っていうふうに区切りとしたら、0歳から5歳とか、0歳から3歳っていうのが、ますます少ないってことなんですよね。で、来年以降もこれは歯止めが効かない状況にあって、で、今ね、この15歳以下の方が、これから10年先に、もしかしたら、家庭を持つチャンスに恵まれると思うんですけども、その総数が少ないんですから、なんと言いますかね、少子高齢化と言いますかね、少子化はこれから、比較級数的に増えていくしかないかなっていうところですよね。もうそれしかないってことですよね。もう、どうしようもないんじゃないですか、これは。どうしましょうって話になっちゃいますよね。ここにグラフ出てますけども、子供比率、過去最低。この最低は更新されるしかないような未来ですよ。もう10年、20年と。途中でどっかね、クローン人間でも作らないともう逆転不可能じゃないですか、これ。
まだまだ記事は続くんですけども、東京とかね、大阪がね、特にダメですね。仕事を求めて若い女性が東京、大阪に行くと、そこでもう恋愛に全然預かれないっていうことになっちゃって、まあ、仕事はそこそこできるんだけども、なんか一人もんで40代迎えるみたいな感じになっちゃうんですよね。なんか逆にね、地方に行くとね、ものすごく女性は環境がいいみたいですね。このグラフを見ても。どうですかね、島根や鳥取に行って、モテまくりな、なんかね、モテ期に入るみたいなね。で、島根や鳥取の男性はすごいですよ。まあ、モテた、まあ、こう言ったらあれですけど、モテた経験があまりないから、すごく大事にしてくれるんじゃないですか。しかも、大体、実家持ちですからね。もうだらっ広い畑を持っていたりとか、山を持っていたりとかね、資産家なんですよ。だから都会に出るって選択肢はもしかしたらすごく人生の幅、個人的な人生の幅を狭めてるんじゃないかなと思っちゃったりするんですけどもね、どうでしょうかね。暮らしいですかね、東京は。大阪とか愛知とかに出られた独身女性。まあ男性は別にね、いいと思うんですけども、まあ、男性はほっとけばいいと思うんですけども。子供の割合が最も高かったのは沖縄16%と。沖縄はなんか、まあ、最も地方って言ったら、そのね、また怒られそうですけども、滋賀県とかもね、出生率高いですよね。佐賀県とか。なんか佐賀っていう曲がありましたけども、なんか田舎であればあるほど、なんかいい環境で、なんか子だくさん、そして結構お金の不自由もないみたいなところが伺い知れるようになってきましたけども、どうでしょうか。都市集中型ってのは、なんか大きな間違いだったのかもしれないですね。はい、それでは今回は以上です。